観察者に対して、風上と風下がある。風上と風下とは、観察者に対して吹く風が来る方向を風上と言い、その反対を風下という。人間が風の中を歩く場合に、風が強い場合は風上、風下を意識して歩き、寒い風の下では、半ば風に背を向けて歩くこともある。人間が行う野球や、マラソンや、ウィンドサーフィンなどのスポーツでも、 風向きが大きく影響する。地上、海上、空中を動く交通手段に対して、風の影響は大きく、向かう方向と風上、風下を計算しながら運転されている。風上と風下は、ハワイ諸島、オアフ島のバスの行き先表示での分類にも、使われている現在でも、卓越風の影響下にある島の中で風上と風下で気候が大きく違うところがある。 例えば、ハワイ諸島では常に北東から南西へ風が吹いているが、ハワイ島では風は中央の大きな山であるマウナケア山やマウナロア山に突き当たって風上に雨を多く降らすので、島の風上の広はタウ地帯で、西側の粉は乾燥地帯になっていて、過去に農業が盛んな時代は、広地域が発展して、現在の観光業が盛んな現代は、 この地域が発展するようになってきている。古くは大航海時代に命名された地名には風上、風下を冠した諸島名がある。ハワイの地理と地図。ありがとうございます。